結婚に関するニュース、そして少子化も問題ですもんね、はい、ちょっとね古市さんはこの番組でよくそういう、まあ、結婚のこととかに対してコメントしておりますけれども、あでもこのニュース僕、ね、興味ありました。あっだって少子化って本当にヤバいからです。本当にヤバいでしょ。本当にヤバい少子化は、はい、だって子供減るって誰にとってもいいことじゃないんで、うん、ただまあちょっと手遅れなんですよ本当は。今ってこの10年間って団塊ジュニア、はい、日本で2番目にボリュームが多い SMAP 世代がちょうど出産適齢期だったんですよ、うん、だから本当はこの10年でにいろんな少子化対策をしていれば人口が今増えたかもしれないのに結局何もできずに減っていってしまったっていう、うん、これ誰の責任なんですか。まあでもやっぱり政治家は悪いと思いますよ。政治家ってやっぱり少子化って票にならないんですよやっぱり。みんなすぐに票にならないし、しかも子供を作ってもその子たちが選挙権持ってやっぱり20年後じゃないですか、うん、だからなかなか政治家がやっぱり本気にならずに、うん、少子化ってもうかれこれ40年ぐらい前から、まあ、減るだろうってことは分かってたわけですよ本当は。なのにずっと打たなかったってんでやっぱりここは政治の責任は本当重いと思います。はい、さあ村本さんは、はい、こういう子供の人口が減ってきてるっていうニュースはどういう感想を持ちですか。まあ、僕は独身なんですけど、うん、相方が結婚してて子供いるんですね。あそうか、何人おんの。まだ一人なんですけど、でもお金がすぐかかるって聞いてて、例えば保育園に行かすにも、うん、もうどこもいっぱいで無理だとか、はい、あとお金がこんだけかかるとかっつって、うん、一緒にいててもねやっぱねなんかこう打ち上げ行かずにお金かかるからなんかコンビニで買ったメロンパン感じてるの見たら、うん、これ結婚ってこんないいんかみたいな、うん、多分ちょっと怖くなりますよね。怖くなって、だからあんまりお金がすぐかかるし、それだ一人の方がいいわっていう若者がめちゃくちゃ多いと思うんですよ、うん、確かにそう思いますよね、まあ、もしょうがないよね。だから僕一個それもいいちょっと解決策持ってきたんですけど、教えてください、ね、他 の, があの外国みたいな感じで税金をとにかくその上げて、はい、いっぱい払ってそれを子育てのお金に回すっていう、うん、はいはい、どこの税金をですか。なんかそれ税金僕らがいっぱい払って子育てにお金かかるじゃないですか、そういうのに全部回してあげるっていう。なるほどなるほど、そういう手厚くするってことですよね。はいはい、あの新婚のご家庭とか子供を一人産むことによって国からなんかお金をもっととにかくいっぱいお金をあげるっていうふうにしたらいいんじゃないかな。だから僕もそれは本当同じで、うん、村本さんと同じなんか嫌なんですけど、おあ嫌なのは僕も一緒嫌なんですけど変わるんだろう。そうだからいっそなんか保育園とかも義務教育にすればいいと思うんですよ、うん、保育園から例えば2歳3歳からも3歳からも、まあ、義務って言うと別に毎日行く必要はなくて別に週1回でもいいと思うんですね。別にそれはその子によってでいいと思うんですけど、もう義務ってしちゃって無料ってしちゃった方がはる、うん、かに今でも子供が産みやすくもなるし、うん、国も本気になると思うんですよね。だその、まあ、子供を産む前提でまず結婚っていうのもありますからね、うん、はい、だからその、ね、結婚のハードルが皆さん高いということです、ね、はい、それでも結婚したくなります。ああそう、独身で税金だけ払って知らん子供に金渡してそいつにツイッターで死ねとか言われたらもうたまったもんじゃないですかね。いやいやそれつば別につぶやいてませんけど結婚したくない、お金がかからなくなるんやったら。いやどうですか松本さん、これなんかいい案いい手あるんですかね。やっぱりジジイがもっと若い女とできるようにならないといけないんでしょうね。それよく番組でおっしゃいますけど、うん、要はもうジジイお金持ちのジジイがもういてると、うん、もうだから年金なんかもらう必要もない。だからおっさんもうちょっとこう富裕層というか、もうそこそこお金持ちの人たちがもうちょっと余裕を持ってそういう状況を作れるように、だから世の中ちょっと変わっていかないとダメでしょうね。もう今もう男に対して厳しすぎないですか。えじゃあ法律で言うと例えば愛人制度みたいなことですか。極論で言うと、極論で言うと一夫多妻制みたいに、極論で言うと、あジジイっていうのは何歳ぐらいですか。松本さんはジジイですか、ジジイじゃないんですか。ジジイの方に入ってもいいんじゃないですか、はい、もう50超えてるんで、うん、ただまだ子供がまだちっちゃいので、まあ、だからもうちょっと子供が巣立ったジジイがもっと子供が巣立ったジジイがさらに頑張る、さらに頑張る。そしたら高齢化もなんか歯止めがかかる。それってジジイの負担が大きすぎませんか。なんかジジイの負担ってどういうこと。ジジイ負担違う。ジジイはどんだけ。いやじゃなくて若い女性がこの人と。それはジジイも嫌じゃない。そう若い女性がそれでもいいっていうのであればなんかっていうこと。でも最近そういう人増えてますよね、女性でおじさん好きとか。どっちかというと若い人よりも。そうそうそう。せっかくいい空気がムードができてるんですよ。でこれは俺なんか言ってももうめちゃくちゃ言われて終わりなんですよ。だから本当は安倍さんが言わないと。一夫多妻制っていうこと。ジジイが頑張れ。それもこれこそ全然から。どうなんですか秋元さんはもう結婚されて、うん、お子さん産んで大変ですかやっぱり今は。まあ、大変ですけどでも子供がくれる幸せもありますからねやっぱり。
ったらそういう、そこは別に変えられないかなという、そうだから1人目産んじゃえばやっぱり子供っていいなと思って2人目産む人も多いんですけど、やっぱりそこまでのハードルがやっぱりすごい高いんですよね。でも本当にこの少子化と高齢化は大変なんですよね。なんとかしないといけないってほんまそうなんですよ。古市さんもだから結婚っていうハードルが低いじゃないですか。古市さんはハードルが低い、だってその、なんか世間体で結婚するわけでしょ、極端に。あ、まあ、そうですね。だからさっきなんか結婚コスパが悪いとかって出てましたけど、コスパがいい結婚もあるわけですよね。コスパがいい結婚ってどういうことなんですか。だから自分がランクアップできるような結婚とかいろいろあるわけじゃないですか。そういう自分がランクアップできる自分にと自分にとっても玉残しとか自分がお得な結婚もあるわけですよね。でも確かにね、はい、スマップはね5人いて4人結婚してないっていうのは確かに問題は問題なのよね。スマップが象徴的ですよね。だから全員結婚してたら僕ももうちょっとなんか変わるんちゃうかっていう気はする。これスマップさんの問題なんですか。スマップにもしかってスマップにも問題はあるな。スマップのメンバーの人しかやっぱスマップが結婚しないと嵐もしないしね。スマップがそれはジャニーズの問題でしょ。まあそうやな。だからまあなんやろ、スマップもずっとモテたいんじゃないですか、やっぱり。いやだからそれもあかんねん。結婚したからってファン辞めるみたいな、そういう考え方もやめないといけないですよ。だから別に結婚したって私にもお鉢は回ってくるっていう、だから一夫多妻制につながるんですよ。なるほど、これは難しいな。でも全員今言ってることまともじゃないことに気づいてますよ。みんなやばいですよ。やばい、みんなやばいです。少子化の中こうまあまあテレビ見てる方もいやこういう意見もどうですかっていうのも猫、ね、を募集したりしながら、なんかいい方法ね、うるしさん。ちょっといや本当少子化だけは本当やばいんで、日本で数ある問題の中で多分少子化が多分一番ぐらいに本当に今すぐやんなきゃいけない問題のはずなんです、本当は。ここまでの放送は